バンコ・デルタージアの本社企業銀行は、中華人民共和国マカオ特別行政区の銀行。企業財協集団のマカオにおける拠点であり、1935年に設立され、香港とマカオで主に活動するデルタージアフィナンシャルグループの源流となった。2005年9月、北朝鮮の偽タバコや偽造紙幣、麻薬の取引に使った資金洗浄に関わっているとして、 アメリカ合衆国財務省のブラックリストに載った。これを受けて取り付け騒ぎが起き、他国との取引も停止した。その結果マカオ政府の管理下に入り、北朝鮮の朝鮮労働党39号室に関連すると見られる口座の凍結が行われた。凍結された口座の中には、車主品を購入していた金正日総書記の個人口座も含まれているとされる。 実質上の愛国法311条による経済制裁として北朝鮮の生態に対する脅威となったとみられ、北朝鮮側は一連の6カ国協議において、口座凍結の解除と資産の返還を最優先の要求としていた。2007年3月、資金洗浄に関わっていた事実が認定されたとして、アメリカ合衆国との送金契約が全て取り消された。 ありがとうございます。